まあ地獄のような、1ヶ月目のお給料が30日間フルで働いて6万円、アジアを中心に海外を回ってホリダイチャンネル。はい、どうも皆さんこんばんは。好きな言葉は親孝行、ホリダイです。どうもよろしくお願いします。これが記念すべき1本目の動画になるんかね。そうですね。よし、もう本当になんでこれをやり始めようとしたのかは正直定かじゃないんだけど、僕のね、簡単に言ったらパーソナルトレーニングをしてくれてる、ゆきおっていう男がいるんだけど、そいつがすごい YouTube が好きで、で、俺もなんか面白いことやりたいな。僕、ブログだったり、インスタだったり、いろいろ SNS の方はやらせてもらってるんですけど、なんかこう、もっと掘り下げて、普段の僕をみんなに見てもらえたら、もっと面白いんじゃないかとか、あとは単純に僕のお客さんとか、僕のブログの読者さんとかに、なんかこう、動く掘り台を見せられたら、もっとなんかこう、僕のことを分かってもらえて面白いんじゃないかなと思って、始めることにしました。それでじゃあ、これを見てもらった人で、もちろん僕のことを知らない人がいっぱいいると思うんですけど、一体お前誰だと。とてもタトゥーがいっぱい入っていて、柄が悪い奴がいるなと、みんな思ってると思うんですけど、僕、先ほど言いましたチャンネルの名前でも、ホリダイ。勇気ホリダイという名前で、タトゥーアーティストをやってます。栃木県の小山市っていうところで、クラシックタトゥースタジオっていうタトゥースタジオをやってるんですけど、僕が今20年目に入ったんですかね。20年間入れ墨だけで、ご飯を食べてるわけなんですけれども、その中でこういろんなことがやっぱあったんですよ。その修行時代だったりとか、2002年から、その入れ墨屋として、入れ墨屋だけでご飯を食べ始めたのが確か2002年からで、それから僕の地元、茨城県の結城市ってところで、タトゥーの仕事を始めて、それでちょっとこのままじゃもっともっと腕のいい彫り師になるためには刺激が足りねえなっていうことで、名古屋の方に、2004年から、2009年まで、勉強も、兼ねてというか、ちょっとした修行ですよね。修行期間として、そのまま名古屋の方に、移り住んで、それで、そこで、地獄のような目を、触りで言うと1ヶ月目のお給料が30日間フルで働いて6万円っていう、家賃6万8000円。ガス、水道、光熱費2万円。どうやって暮らすんだっていう話も、後でいいよな。後で深く。後でゆっくり。それで名古屋で2009年まで、そのスタジオさんで仕事させてもらって、それから2009年から、僕のタトゥーを最初に彫ってくれた、秋尾大樹という僕の、ボスですね。今は独立してるんですけど、もちろん今でも僕のボスなんで、そのボスに声をかけてもらって、栃木県小山市に帰ってきたんですよ。そこから今2021年だっけ、はい、丸12年間スキンエボリューションで活動をさせていただいて、その間にいろんな縁があって、海外、一番最初が2013年のゴールドコーストに、ゲストワークに行かせていただいて、それを皮切りにというか、2014年、2015年、あたりから、アジアを中心に、いろいろとこう海外を回って、コンベンション、言ったら大会みたいなもんですね、簡単に言うと。コンベンションに行って、自分の作品をそのコンペティションに出して、賞をいただいたりとか。あとはそこで知り合った、韓国、タイ、中国、マカオ、香港、知り合いになっただけで言ったらアメリカ、シンガポール、オーストラリア、イタリア、イギリス、いっぱいありすぎて一旦カットなぐらいいっぱいいろんな人と会って、またそっから結構異文化に触れることがあって、その中でこういろいろ、本当だったらこのコロナ禍が始まる前はヨーロッパの方に、本当だったら2020年からもうヨーロッパの方に攻め入ってちょっと掘り台修行をしようと思ってたんですけど、残念ながらこのコロナ禍で行けなくなってしまって、でも結果
それが良かったというか、そのまた日本でこうじっくり仕事ができて、いろいろ考える期間ができて、で2021年4月の9日にあのクラシックタトゥースタジオというスタジオを、もう僕の18年来のお客さんというか、もう弟ですね、そいつが、先にクラシックヘアスタジオっていう、まあバーバースタイルの美容室なんですけど、そこをオープンして、僕がその後に追っていってクラシックタトゥースタジオっていうのをオープンしたんですよ。また智弘ってやつもすごくいい男で、カットマンとしてもすごい一流だし、人間としてももういいやつでしかないもんね。だからそこら辺も、まあ、シャイなやつなんでね、あんまりこう自分からは出てこないと思いますけど、無理やり紹介したいと思います。そうですね。でまあそれでさっきもちょろっと言ったんですけど、まあ自分のスタジオをオープンして、これからはまあ自分の力で、自分がやりたいことをやっていけるということで、まずはこの YouTube という、ジャンルに、お邪魔させていただくことになりました。ちょっと噛んだ。まあお邪魔します。まあそんなこんなで、まあこれからまたあれか、少しずつそのどういう風に自分、今の自分になっていったかみたいな説明をしていく感じになるかな、ゆきお。そうですね。うん、はい。OK。まあ、そんな感じらしいので、はい。あの、企画の方はすべてゆきおに任せてあります。僕は、今日をいきなり来られて、第3、今から撮ります。はい。髪の毛セットしてきます。第3、そこ座ってください。はい。座りました。じゃあ、これ喋ってください。こんな感じでリアルな、ライブなやり方をやっていけたら面白いかなと思いますんで、ちなみに全部ワンテイクですね。はい。あ、ルベオがうちのでオープニングにもあの出てきたうちの豚ちゃんが今ちょうど昼寝に入っていい声出してるんで、うちの、マイクロ豚、ルーベンっていう名前なんですけど、そちらもまた後で紹介させていただきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。ま、今日はこんなとこでいいかね。はい、うん、大丈夫です。それではまた次回も楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。